トラッキングレーザーか。あの赤いレーザーはドローンに僕の位置を教えているんだ。レーザーのリンクを切らなくっちゃいつまでもまとわりつかれるぞ。僕は悪者じゃないって言ってもいいのか。あと4つだ。僕はピンピンしてるよ。本当の悪党を追えよ。3つ。次行こうか。お、来るのか。終了。ここもか、荒らされてるな。さて、端末がいかれてなきゃいいんだけど。ビンゴ、生きてる。最後のパーツってのはこのでかいサファイアなのかな。なるほど。でもこんなサイズの宝石実在するのかな。なに。工事現場か。給水バルブがあるぞ。サンドマンは水に弱いから、水圧を上げてバルブをひねればサンドマンにとっちゃちょっとしたナパーム弾だ。水圧ダウンだ。よし、行くぞ。バルブを探せ。今のうちに攻撃だ。
サンドマン、ラボにはセキュリティがかかったか。とにかくやるべきことをやらなきゃ。お、おい冗談だろ。ついてる、マジでついてるよ。クソ、この新聞エレクトロが読まないわけないよな。博物館に着いた時手遅れにならなきゃいいんだけどな。博士は大丈夫かな。エレクトロは博士に装置の操作方法を聞き出す必要があるから無事には違いないだろうけど、あいつが見た目通りの間抜けであってほしいよ。ボス、これだボス。握り拳台の宝石がなぜ存在しないどころか作り出すことすらできないものを装置に組み込んだのだ。まだ隠してるはずだ博士。私は知りたい、知りたいぞ博士。ボス、これですよ。今夜だ、今夜博物館を襲撃する。今度こそ誰にも邪魔だとさせぬぞ。
今夜だ。